皆さんこんばんは。9月1日土曜日、祭りテレビ、いつもありがとうございます。今日は香港でも香港空港の一部封鎖について紹介させていただきます。香港の逃亡犯条例改正案に反発する無許可の抗議行動は1日も続きました。今日の午後にはデモ隊が香港国際空港の入り口周辺を一部封鎖しました。2日もストライキなどの活動が予定されており、実態の収束は見通せません。中国メディアは抗議活動の制圧訓練をする人民武装警察部隊の映像を報じるなど、デモ隊への牽制を繰り返しています。デモ隊は1日午後、香港国際空港のターミネルの入り口周辺にバリケードを築き、警官と対峙しました。デモ隊の一部は空港と市の中心部を結ぶ鉄道の駅の改札機を破壊しました。この結果、特急列車が一時運行を休止しました。空港へのバスの運行にも影響は出ました。同空港ではデモ隊が8月9日から13日に抗議活動を展開していました。出発ロビーなどを占拠した結果、計約1000便が欠航になった経緯があります。一部のメディアによると、今回の空港の保安体制が強化されたことで、デモ隊がターミナル内に入っておらず、航空便には1日夕方時点で大きな影響が出ていません。香港では8月31日大規模なデモが発生しました。デモ隊の一部は政府庁舎に火炎瓶を投げるなど過激化し、警察は催涙弾や補水砲を使って強制排除しました。一部メディアによると、同日のデモの逮捕者は数十人、負傷者は31人に上りました。地下鉄の一部の駅はデモによって設備が破壊され、1日も閉鎖されたままとなっています。デモ参加者は条例改正案の完全撤回や、有権者が一人一票を投じる普通選挙の導入など5大要求を掲げています。香港警察は8月30日、民衆活動家に加え、民衆派の立法会議員3人を逮捕しました。反発したデモ隊は、2日もゼネストや学生の授業、ボイコットなどを呼びかけています。中国メディアは、過激化するデモへの批判を強めています。共産党機関紙の人民日報は8月31日、デモ隊の一部が路上で火を放ったことなどについて、このような暴行をまだ容認するのかというタイトルの記事を配信しました。香港の秩序を守る防衛線はもはや引き返す余地がないと主張しました。中国国営テレビ CCTV は8月31日、香港に隣接する深圳市に集結している武装警察が放水車などを使ってデモ制圧の訓練をする新たな映像を短文投稿サイトに投稿しました。CCTV は8月29日にも人民解放軍の香港駐屯部隊が交代するため香港に入る映像を流しています。いずれも
香港の抗議活動を牽制する思惑があると見られます。中国当局は海外に対する情報発信の強化にも乗り出しました。中国外務省は8月31日海外メディアの複数の記者に対し、同日のデモで火炎瓶を投げる参加者などの写真をメールで送信しました。デモの過激な側面を紹介し、香港当局による取り締まりの正当性を訴える狙いがあると見られます。ご清聴ありがとうございます。もしご興味がありましたら、ぜひコメントをお願いいたします。ありがとうございます。